販売部に配属になりました。あざとい子だ。高山里奈です。おじさんに好かれそうな。松井秀喜と同じ地元です。そうそうそう。あ、お、私は違う高校なんですけど、一つ下の弟が甲子園準優勝でしたよ。野球ネタ放り込んでくる女子は絶対おじさん受けいいですから。俺も野球の話は本当好きですね。自己紹介とかで言われちゃうと。自己紹介もそうですし、だから女性のその野球の話に自分もあのすごいわいいなと思いますし、俺も、まあ、言っても若手俳優じゃないですか、うん、だからおじさんの技術さんとかがすごい気に入ってくれるんですよ。 あざといじゃん十分。いやいや、やってますよこの人。やってますよ。やってますか。やってますよ。天然かと思ったら養殖じゃないか。